いいの気象は、日本競輪選手会奈良支部所属の競輪選手、元プロ野球選手、静岡県伊東市出身、沼津学園高校時代の同級生に、松永智博がいる。高校卒業後は、社会人野球のローソンに入団したが、2002年シーズン限りでのチームの配部が決定する。同年のドラフト会議で阪神タイガースから従順目で、指名を受け入団。なお、 このドラフト会議では、同僚の荒井里氏と,と茅島大輔も、それぞれ9巡目、11巡目で、阪神に指名され入団。吉川正宏は8巡目でヤクルトから指名を、受け入団している。2003年4月26日の対、広島東洋カープ戦で、敗戦処理として登板すると、その後味方打線が爆発して、逆転勝利という幸運な形でプロ初勝利を挙げた。 しかし、その後は2軍でも目立った成績を残せないまま2008年10月2日に戦力外通告を受けた。同年の12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団はなかった。その後、元阪神のイラブ・ヒデキから技術的な指導を受け、アメリカ球界に挑戦したが、契約には至らなかった。2009年3月21日、台湾プロ野球、兄弟、 エレファンツにテスト入団。しかし6試合で0勝4敗、防御率9.43と結果を残せず、5月13日に戦力外通告された遺同年6月11日、四国、九州アイランドリーグのコーチファイティングドックスに入団。主に抑えとして起用され、24試合に登板して2勝2敗、急セーブ、防御率1.98という成績で、 チームの後期優勝に貢献した。いよやの加入により、投手陣の分業が確立したことや、若手投手へのアドバイスが、後期優勝につながる効果をもたらしたと評価された。シーズン終了後に退団し、NPB 復帰を目指して、再び12球団合同トライアウトに参加したが、獲得する球団はなく、同年現役を引退した。2010年10月に、コーチが出場した。 アイランドリーグの年間チャンピオンシップで、9月、いっぱいで辞任が決まった、佐伯和氏の公認として、臨時の投手コーチを務めた。野球選手を引退後、競輪選手へと転身を図るべく、阪神のコーチ、二軍監督だった、島野育夫の長男で当時現役競輪選手だった、島野厚志式に弟子入り。2011年1月14日。 日本競輪学校第101改正入学試験に合格。競輪学校での在校競争成績は10勝を挙げ、第7位だった。2012年5月1日、日本競輪選手会兵庫支部所属の競輪選手として登録された。同年7月7日、奈良競輪場でデビューし2着。初勝利は同年7月26日の一宮競輪場で挙げた。 2014年11月、環境を変える目的で、奈良支部に移籍。2015年前期に高成績を上げ、2016年前期の S 級賞格が決まった。2016年2月23日、S 級での初勝利を挙げた。2019年10月8日には、福井ファイで決勝戦一着となり、競輪選手としてデビュー7年目で S 級初優勝。 2019年下期で地震初となる S 級一般への昇格を果たした。以下の数値は四国アイランドリーグプラスウェブサイト掲載の各シーズン選手成績による。ありがとうございます。